マリア・テレーザ・ディ・サボイアは、パルマ公カルロ2世の日。サルデーニャ王、ビットリオ・エマヌエーレ1世と、ヒ・マリア・テレーザの娘として、ローマのパラッツオ・コロンナで生まれた。オーストリア皇后となったマリア・アンナとは、双子の姉妹である。姉妹は、ローマ教皇ピウス7世によって、洗礼を施された。名付け親は、オーストリア大公フェルディナントと、さキ・マリア・ベアトリーチェ・デステであった。 子供時代の多くをサルデーニャ島のカリャリで過ごした。ナポレオンの侵攻によって一家は島外へ逃れるが、1814年に父、ビットーリオエマヌエーレ一世がピエモンテ支配を奪還し、一家はトリノへ移った。1820年9月、ルッカでカルロ・ルドビーコと結婚した。二人の間には子が生まれた。マリーア・テレーザとカルロはギクシャクとした夫婦関係であった。 また、彼女はカトリック信仰の熱い女性だった。そして、夫のカルロは自身の楽しみのために政治的責任をおろそかにしていた。そのため、夫妻は結婚してからほとんど離れて暮らしていた。1824年3月、カルロの聖母が亡くなり、彼はルッカコカルロ一世となった。1847年12月、パルマ女皇。 マリアルイーザが死にウィーン会議での取り決めに従い、カルロはルッカ広告とパルマ広告を交換し、パルマ公カルロ2世として即位した。1848年革命が勃発するまで数ヶ月間ではあるが、マリーア・テレーザはパルマの実質的な支配者であった。1849年3月、カルロ2世は退位し、息子カルロ3世が継承した。マリーア・テレーザは 息子カルロ三世紀の暗殺後、ビアレッジョにある自分の別荘にこもって暮らした。後、彼女は、ルッカの北にあるサンマルティーノの別荘へ移った。ありがとうございます。